ハヤト誰も守っててさ、さあの、まあ、一応こう惑星やると分かれるな、点取られるな、あの、まあ、それに対してさ、こう、なんかないの、キーパーって、点取られると多分一番悔しいのキーパーの、な、フィールドの選手のさ、ディフェンス陣とか、まあ、フォワードに対してね、フォワードからも対して、もう押してほしいよ。聞いてブロックはできるって言ったんですけど、誰がこのいいかとか、もちろん自分がコーチングして生かさなきゃいけないことなんですけど、まだ曖昧、その距離の間は自分の中では本当に愛おしいな。まあ全部が全部コーチングは無理だからな、正直な。だから、まあ俺もそれは思うんだけど、小学生やっててもね、すごく、まあ、中途半端な守備だと思う。まあ、ダルにもいつも言われてるけどさ、別にうまくつくわけでもないし、こうボールが来たらガツンと来るわけでもないし、あとはもう自由にできちゃうな。やっぱそれ見てて、まあ、簡単にできちゃうからな。やっぱ球際なんかもさ、もっと強く攻めてね。